前かなり最上川の氾濫がありましたし、今年の8月も大きな水害がありましたので、自然と人間がどういうふうに関わりを持つのかということを、美術とかあるいは博物資料とか民族資料を通してみんなで考えるような場がこの場にあればと思って作り上げました。